はい、こんにちは、トムです。今回は艦隊でね、新イシスに挑んでみたいと思います。はい、これはどうなるんだろうね。ちょっと楽しみ。あれ、え、いきなりピンチ。え、ちょっと、まあ、はい、まあ友情がまあやばいよねって感じですね。ちょっと失敗したな。はい、ちょっと、はい、オッケー。さっき友情当てるべきだったな。まあいいや。はい、オッケー。ちょっとね、初手はちょっと失敗しちゃったんですけども、まあ大丈夫でしょう。いや、これは友情結構入るんだね、これ。意外と。あ、そっか、マナでも結構マナとかエクスカリバー強かったから、そっか、友情入るね。いや、これはいや難しかったんだけどな、イシスも。はい、これは大崩壊でしょう。超レーダーストップも偉いね。はい、あ、友情で倒していく。何これ、友情ゲーじゃん、結構。おお、で次が確かオシリスのところかな。次は、はい、ここもね、平面削りないとね、削りにくかったところあったんだけど、はい、友情で。これでよくカテカンでいくか、普通に。うん、友情出した方が良かったかな。まあいいや。で、しっかりと。はい。OK、強い。これはちょっとね。はい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 、これ強すぎませんかね。はい、いくよ。はい、いや、これはやばい。で、はい、オッケー。はい、でその次は確か即死だったかな。いや、レーザーストップが強いわ。超レーザーストップ、もうボスか。え、約4分でボス来ちゃったけど、爆絶でもやってんのかな。はい、OK、なんか変配置悪いな。とりあえず弱点を出したい。はい、ちょっと反射ちょっと読み悪かったな、これ。この超レーザーストップが偉すぎる。はい、でこれ立て替えします。
はい、 SS1 本ってみようか。はい、まあデクと似たような SS ですね。え？クリティカル？は？は？何が起きた？え？めちゃくちゃ強いじゃんこれ。は？皆さん、まあ五条さんにね、まあ結構注目されがちですけども、このキャラクターもやばいです。皆さん、こいつ持ってない方いましたら、ピックアップとかで狙ってみるのもありかと思います。はい、じゃあこれで終わります。お疲れ様でした。バイバイ。